どうも皆さんこんにちは、ドズルです。今日は、私の、クラン対戦のリプレイを見ていきたいと思います。コメントでですね、私のリプレイも、たまに上げてほしいと要望があったので、見ていきたいと思います。私はですね、最近、ネクロマンサーがレベル2になって、まあ、5イーウィーの練習をしてますね。で、5イーウィーだけじゃなくて、まあ、ペッカも組み込んだ、まあ、なんて言うんですかね、5イーウィーペンみたいな、感じの、略称でよく称されてるんですけれども、まあその編成の練習をしています。まあ、ネクロマンサー2体と少し少なめなんですけれども、まあ5ワイプにネクロマンサーをまあプラスアルファでつけたって感じですかね。まあだんだんちょっと慣れてきたので、まあ結構タウンホール9の中でもまあ施設は結構レベルは高いですよね。見ていきたいと思います。まあこのベースは援軍処理がもうしにくいので、まあ援軍処理せずにですね、もうそのままゴーレム投入してウィザード投入しました。ちょっと結論から言うと、ウィザードの体数が少なかったかなと。まあ、ペッカ3体持ってってるんですけれども、もうちょっとペッカをネクロマンサー、まあネクロマンサーでもいいですけど、ネクロマンサーとか、ウィザードに、を持っていけばよかったかなと思いました。まあ、ジャンプを使って、まあ、中心部まで。まあ、中心部に今、ヒーローと、ペッカが1体ですかね、持っていけたので、まあなかなか良かったんではないかなと思うんですけれども、やっぱり援軍処理できない分ですね、ここでちょっと手間取ってしまったかなという感は否めないですね。まあ、もうちょっと中心部にウィザードが生き残ってさえいれば、まあ援軍処理ももっとスムーズにできたんでしょうけども、ここで結構ユニットの、体力削られてしまいましたね。まあ、ネクロマンサー2体ともまだ生きてるんですけれども、他のユニットがほとんど生きてないって感じですね。アチャクイぐらいですね。ゴーレムもうまく、送り出せてない感じはしますね。ずっと壁殴ってるんで。まあ、それでも、タウンホールしっかり破壊できて、まあ、50% 破壊なんで、まあ、最低限の目標はクリアできたかなというところです。まあ、この今のリプレイを、まあ、反省として挙げるのならば、やっぱりさっき言ったように、ちょっとペッカが多すぎて、まあ、援軍処理できない時ってペッカあんま多いとですね、もう一回見てみたいと思うんですけれども、ペッカはやっぱ一撃一撃がものすごく強い、でかいですよね。なんで、その、援軍が、数がいるとですね、やはりどうしてもペッカは不利になってしまうので、ペッカをこのベースでは3体持っていくのはちょっと微妙だったかなという気がしますね。援軍処理ができるバルキリーだとか、まあ、ウィザード、あとネクロマンサーですね、を、まあ、援軍処理できないときはですね、気持ち多めに持っていくのが、まあ、鉄則なのかなという気がしました。ここでゴーレムがこっちに行ってしまったのが、まずかったですね。もうちょっとこっちの施設破壊した後に真ん中にも、ゴーレムが1体行けばですね、まあ、かなり、違う展開になったのかなという気がします。まあ、でも、目的である星2つはしっかり取れてるんで、まあまあいいでしょう。まあ、ネクロマンサーを2体でもですね、加えるとかなり違いますね。その他のユニットの削られ具合とかが全然変わってきます。まあ、今回ゴーレムが機能してないのがちょっと痛いですけれども、機能すればですね、もっと楽勝でいけたんじゃないかなと思います。もう同じ編成の、攻めをもう一個だけ見ていきましょう。このクラン対戦でもう一回攻めたやつ、これですかね。まあ、これも結果星2つで終わってしまうんですけれども、さっきと編成はほとんど一緒ですかね。ペッカが2体ですね。ゴーレム2体、ネクロマンサー2体、ペッカ2体と。まあでも、あとは一緒です。魔法も、レイジ2つ、ヒール1つ、ジャンプ1つっていったところですかね。最初にこれはしっかり援軍処理ができるベースなので、まあ、援軍を釣っていきますね。まあ、ジャイアント1体で釣って、で、端に、援軍を釣りました。で、まあ、援軍処理してって感じですね。援軍処理ができるベースはやっぱいいですね。安定して、進めるので。援軍処理できない時にウィザードとか出てくると嫌ですよね。で、ゴーレムも、少し広く、出して、その間に、ウィザード、まあ、あと、ネクロマンサーとかも今から出していくのかな。ここで、こっちのゴーレムがヒーローに殴られ続けているのが痛いですね。もうちょっと早めに何か処理するべきでした。やっぱヒーローは、攻撃力高いんでですね、もうちょっとそうですね、ペッカを早めに出したり、まあ、ウィザードで、ヒーローをやっつけてあげると、ゴーレムがもうちょい長生きできたかな。それがもったいないですね。
まあ、ネクロモンスターがしっかりですね骸骨どんどん作ってくれて、その骸骨が今トラップとか発動してくれましたよね。やっぱトラップを骸骨で、起動させることができればですね結構いいですよね。でここでジャンプ使えばいいじゃんって思うかもしれないですけど、私このベース一応星3狙いでいったんですね。なんで、ジャンプはまだ、使いませんでした。はい、星2狙いだったらもうここで使ってていいんですけども、星3狙いだったんで、まだちょっと様子見たんですけれども結局、全然足りませんでしたね。まあ、範囲としてはさっき言ったようにゴーレムの1体がそのババキンに最初に殴られ続けてしまって、すぐ溶けてしまったことですね。うん、あれはもったいなかったな。やっぱゴーレムありきですからね、他のユニットはゴーレムありきのユニットが多いので、このままジャンプ使わずにですね、まあ、そのまま、まあ、これぐらいで終わるのかな。そうですね、やっぱタウンホール9で今星3取れる確率がどうですかね。タウンホール9成り立ての人とか、まあタウンホールなってすタウンホール9の、まあそうですね、どれぐらいだろう、中盤ぐらいだったらまあ五分五分ぐらいで星3取れるかなっていう気はするんですけれども、やっぱちょっと上がってくると星3つ厳しいかなっていう気がしますね。まあでも最近は星2つはもう確実に、取れるようになってきたので、まあ、それはいいかなと思います。はい、おまけとして私が、攻められた、最近私のベースの、動画上げてないので、私のベースですね、これ、はい、こんな感じですね。これ結構いいですね。はい、自画自賛じゃないんですけども、今回攻めた相手はこれは、あんまりいい攻めじゃないですけれども、バルキリーラッシュと、まあ、ネクロラッシュみたいな感じですかね。バルキリー10体とネクロ5体、まあ、ちょっと中途半端な気はするんですけれども、攻められましたね。まあでも、どうですかね、ユニットレベルそんな低くはないかなという気はします。まあ、ネクロはレベル1ですけど、ネクロはレベル2になったら全然違うんですけれどね、やっぱ骸骨を召喚できる数っていうのはもうネクロの最大の、メリットなんで。はい、バルキリー投入ですね。バルキリーレベル3、僕のバルキリーはレベル1なんでバルキリーレベル上げたいんですけども、まあ、やっぱりゴーレムからかなっていう気がしますね。援軍でペッカ出てきましたね。まあ、ちょっとなんか、もったいない攻め方な気がしますよね。はい、ここでジャンプです。で、ここで、この、今攻めた人ですよね、は、中心部に一気に、行かせたかったんでしょうね、多分。でも、私のベースの、素晴らしいとこは、こっちですよね。今わかりますか？こっちに、釣られてましたよね。これ、アチャクイもいるのもあって、アチャクイにユニットがガッて引かれてしまうんですよね。なんで、中心部に一体も行くことなくですね、ユニットがすべて脇にそれました。このベースかなりこれがいいんですよね。やっぱ中心部になかなか上からだと行きにくい。もうしっかり、周りを破壊してサイドカットしないと、なかなか中心部にユニットが行きづらくて、まあ、今、ウィザードが一生懸命頑張ってるんですけども、まあ、全然ウィザードだけだったら怖くないですね。もうちょっとこのバルキリーたちが中心部に流れてくると怖かったのかもしれないですけれども、まあその心配はありませんでした。中心部のこの攻撃力の高さがやっぱすごいですね。はい。なかなか中心部に行きにくいっていうのと、中心部に行った時も凄まじい攻撃力で一瞬で溶かしてくれるので、結構星2つ最近取られないですね、もう。はい、といった感じで、まあ、星1つはまあ取られてしまったんですけれども、まあ、それでもギリギリといったところでした。はい、ということでですね、まあ、今回は、リプレイ3つ、まあ、私の、攻撃動画2つと、まあ、防衛動画1つということで見ていったんですけれども、まあこれぐらいで終わりたいと思います。ではまた明日。バイバイ。